皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日はちょっと朝動画を撮っているので声があまり出ていませんが、頑張りたいと思います。今日は、中学2年生の数学、分数や小数を含む連立方程式の解き方について説明したいと思います。連立方程式の中に分数や小数が含まれている場合は、その分数や小数を整数に直してから、解きます。これは、中学1年生で学習した方程式の解き方と同じです。では式を見てみましょう。最初の式は2分の1x プラス3分の1y は 1x プラス y は4という式です。上の式1番の式に、分数が含まれていますね。この場合は分数の分母を見て、2と3ですね、分母を見てその最小公倍数を見つけ、その両辺に最小公倍数をかけてあげます。2と3ですから最小公倍数は6です。ですから1の式を6倍します。1の式を6倍します。ですからこうなりますね。2分の 1x プラス3分の 1y、 これに6をかけて、こちら側の1にも6をかけます。分配法則で2分の 1x かける6足す3分の 1y かける6は6ということになりますね。約分すると3と、約分すると2と、こうなりますから 3x プラス 2y は6と、これを3の式にしましょう。こういう式が出来上がりました。この3番の式と2番の式を比べると係数揃っていないので係数を揃えます。今は y を消したいと思うので、2番の式 y の係数が1ですので2番の式を2倍しましょう。2番の式を2倍します。そうすると 2x プラス 2y は、式が8とこうなりました。係数が揃って係数の前を見ると、足す同士、同符号なので引き算します。引き算すると x は、マイナス2と、こういうふうになりました。この x イコールマイナス2をこの2の式に代入すると、y も求められますね。最初からこの式をもう一回移して x プラス y が4と、ここマイナス2ですからマイナス2足す y は4と、y は4足す2、y は6、こうやって y が求められました。ですからこの連立方程式の解は x がマイナス2、y は6、このようになります。よろしいでしょうか。次はですね、今度小数の場合、こちら側の式ですね。x プラス 5y はマイナス1、0.2x プラス 0.3y は 0.5 と、連立方程式の中に小数が含まれている場合、その式を10倍、100倍して整数の式に直しますね。この式を見ると小数第1位までの数になっていますので、こちらの式、こちらを1番、こちらを2番とすると2番の式を10倍して、整数の式に直します。そうするとつまり 0.2x たす 0.3y、 これに10をかけますね、は 0.5 かける10、よくこちら側は10倍するんだけれど、こっちの方は10倍するのを忘れる人いるので、この部分ちょっと注意してくださいね。はい、では、これは簡単なので、そのまま 2x プラス 3y は5、ね、そのまま書いちゃいますね。これを3の式にします。今度は
3の式と1の式を比べてみましょう。1の式は x プラス 5y はマイナス1という式でした。y の方の係数を合わせるのは大変なので x の係数を合わせましょう。と x は係数1、こっちが2なので丸1の式を2倍して、係数を合わせます。丸1の式を2倍します。そうすると 2x プラス2倍したから 10y はこれも2倍するのでマイナス2ですね。こうなりました。ちょっとここ式書きづらい、もう一度ここ書き直しますね。丸 1×2 というのをやったんですね。 x の係数はプラス同士、同符号同士なので2つの式は引き算します。そうすると 2x-2y でこの x が消えました。 3y-10y ですね。これはここをこう直すと符号逆になりましたね。そうするとマイナス 7y は7、y はマイナス1。さあ y がマイナス1ということが分かりましたね。それではこの y イコールマイナス1を1番の式に代入します。元の式書きます。 x プラス 5y はマイナス1。ここにはかけるが隠れていたので x たす5かけるマイナス1。マイナスの数をかけるときはこうカッコつけてください。イコールマイナス1。そうすると x-5 はマイナス1と、と x はマイナス1たす5になりますので x は4。こんなふうに x が求められました。ですからこの答えは x は4、y はマイナス1ということになります。解を書きます。 x イコール4、 y イコールマイナス1。これがこの連立方程式の解です。はい、もう一度整理しますと、分数を含む連立方程式では分数の分母を見てその最小公倍数を見つけます。最小公倍数を見つけたらその最小公倍数を右辺左辺両辺にかけて整数だけの方程式を作ってあります。そしてもう一方の式と連立すればいいんですね。それに対して小数を含むもの、これはその式を10倍100倍して、普通の整数だけの方程式を作ります。小数第1位までの数でしたら10倍、小数第2位までやったら100倍、第3位まであったら1000倍ですね。そして、この場合は10倍ですね、小数第1位が。そして10倍したら普通のこのように整数だけの方程式になります。そしたらそれをもう一方の式と比べて係数の絶対値を揃え計算していけばいいというわけです。皆さんよろしいでしょうか。今日も、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。